皆さんこんにちは、太陽です。今日はですね、こちらの自転車を紹介したいと思います。こちらの自転車は、僕が持ってる自転車では見たことないと思うんですけれども、あの僕の動画には実は何回か登場したことがありまして、さすがに覚えてる人っていうか分かった方は相当僕のチャンネルを見てくれてると思うんですけれども、あの僕の動画にたびたび登場するエリーさん、あの横浜に行くときとかよく匠さんと一緒に、グルメポタリングしたりとか、その風磨に行って自転車の試乗したりとかしている僕のお友達なんですけれども、そのエリーさんの自転車になります。というのも、実はあのエリーさんが最近新車を購入しまして、あのディスクブレーキの自転車を買ったんですよ。で、もともと持ってる自転車がそのディスクブレーキ の、あのスペシャライズの確かディバージュだったのかな、ディバージュとこの TCR を持ってたんですけど、新しくカーボンフレームのディスクブレーキを買ったということで、こちらの TCR を手放すことにしたわけですよ。で、あの一応中古の自転車屋さんに売るつもりだったんですけど、よかったらいるって言われて、じゃあいりますっていうことで、あのその時その中古車屋さんに出した査定額と同じ金額で譲っていただきました。はい、というわけで今一応僕の自転車になってるんですけれども、この自転車が、あまりにちょっと乗ってみたらよかったんで、今回はこの自転車 TCR0 を紹介したいと思います。実はこの自転車、あの僕が以前何年ぐらい前だったら、多分 2,3 年ぐらい前に所有していた自転車と全く同じ色なんですよ。全く同じ車体 で、ただその時に僕が手に入れた自転車が、そのサイズがちょっとあまりにでかすぎて、ちょっと僕の体に合わなくて一度手放したんですよ。まさか全く同じフレームがサイズ違いで僕の手元に戻ってくるとは思いもしませんでしたけれども、なんか何の運命のいたずらなのか分かんないですけどね、不思議ですよね。本当にこの色なんですよ。この、 あの2016年の TCR0 のマットブラック、この色を一時期所有してたんですよ。その時からいい自転車だっていうのは分かってるんですけど、その時は当然僕も YouTube まだ始めてなかったんですけれども、帰ってきましたI'll be back じゃないけど、なんか戻ってきましたね、 TCR すごい。僕実は自転車初めて買ったロードバイクも TCR で、それはカーボンフレームなんですけれども、アルミの TCR にすごく縁があるのか、なんか手放してもまた戻ってきて、手放してもまた戻ってきて、あの繰り返して今に至るという、なんか非常に TCR とはすごく縁を感じるんで、僕もお気に入りの自転車なんですけれども、いやー、あのTCR って確か、あの今まではアルミのグレードがあったんですけど、確か2022年モデルからなくなってしまったんですよ。今だからカーボンしかラインナップになかったんじゃないかな。あの2021年か2020年までは SL っていう、この子の後継機がいたんですけれども、それがなくなってしまって、で今は確かカーボンフレームしかなくて、アルミのグレードは全部コンテントに統合されたという、そういう形になるんで、残念ながら今その新品で買うことはできない自転車にはなるんですけれども、やっぱりさすがジャイアントだなって思ってくれる一台になっております。ちょっと前向きがだいぶ長くなりましたが、これからこの自転車でちょっと紹介と、あとあのどんな自転車なのか、どういうものなのかっていうので、これから自転車選びをしている方とかはこの動画もぜひとも参考にしていただければなと思います。ちょっとあの新品で手に入るんですけど、中古ではまだ手に入るんで、もしもその例えば予算を抑えたくて、そのいい自転車が欲しいけど、やっぱり値段が高いモデルだけじゃなくて、値段が安いモデルにもいいモデルがあるっていうのが、この TCR を見てもらえば分かると思うので、そこら辺をちょっと参考にしていただければなと思います。それでは紹介までいってみましょう。はい、こちらがジャイアントの TCR0、 2016年モデルですね。この TCR0 というか、この TCR のアルミフレームができたのが確か2011年なので、5年間形を変えずに、色だけ変わってずっと、TCR の中の最も安いグレードの、安いグレードって言い方とあれですね、エントリーモデルとして、君臨して続けた TCR ですけども、この2016年モデルがいわゆる最終モデルになりますね。でこの次にその上の上位モデルの SLR グレードと、その下の SL グレードっていうのが追加されまして、だからこの TCR が年式の割にはそのワイヤーが外装だったりするのは、そういう古いモデルだっていう名残などもあるんですよ。で、あの TCR の中では最も値段も安くて、確かこの TCR0 が当時の新車価格で14万円で、この下の TCR1 っていうコンポーネントがティアグラに変わったモデルがあるんですけども、そちらが確か13万くらいで売ってたか、13万5000円くらいだったら忘れば、13万だったと思う、13万くらいであるという。
まあ、14、5万で買えるんで、まあ、ロードバイクの中では一応ギリギリエントリーグレードに当たるのかなって思います。いわゆる10万クラスの自転車でいうと、まあ、ジャイアントで言ったら、まあ、当時だったらディファイで、今だったらまあコンテンドになるんですけれども、まあ、コンテンドで考えると結構上のグレードに匹敵する性能を秘めている自転車になっておりまして、でそもそもアルミのグレードだけど TCR もあれば、その昔はディファイもあって、今はまあコンテンドに全部統合されてるんですけれども、当時はそのディファイというアルミのグレードと TCR という、まあ、まあ、どっちもアルミグレードかディファイの方がエンデュランスモデルで、 TCR がいわゆるレーシングバイクですね。本当ロードバイク の、 その加速性能だったり、本当にあのロードレーサー、いわゆるザ・ロードレーサー、もう本当ピュアレーサーといっても過言ではないんですけれども、ツール・ド・フランスとかで選手がまあ使う自転車直径の、まあ、1台になっております。それをまあアルミフレームで再現したのがこの TCR0 になります。まあ、特徴は何といってもあのザ・ロードバイクというこの乗り味ですね。やっぱりエントリーグレードってその初心者の人のために、やっぱり初心者の人ってまだそのロードバイクに乗るための筋力とかができてなかったりするので、あんまりにもハンドルが低かったりするとその背中が痛くなったり腰が痛くなったり腕が疲れたりするんで、なるべくそのママチャリとかクロスバイクから移行しやすいようにハンドルが高めになってたり、ホイールベースが長めになってて、そのハンドリングがふらつきにくいようになっているのが、まあ、エントリーグレードの特徴なんですが、この TCR はそういったことはされておらず、ヘッドチューブも非常に短くて、でホイールベースもかなり短いです。なのでジオメトリはもう完全にプロのロードレーサーが使う、プロのロードレーサーでいいの、プロの、まあ、選手が使うロードレーサーと全く変わらないジオメトリになっておりますので、非常に機敏なハンドリングと加速性能を味わえる、そういった自転車になっております。で、まあ、僕も正直乗ったことがある自転車だったのでノーマークだったんですけども、乗ってみたらこの自転車がまあすごいよく走るんですよ。というのもこの自転車はエリーさんのもともとファーストカーだったのでちょっといじってあるんですよ。まあホイールが全然違うのがついてるのは皆さんお気づきだと思うんですが、マビックのコスミックエリートというアルミ色のホイールがついておりまして、これがまたすごくいいんですよ。確か新品の価格だと8万円くらいするアルミホイールなので、まあ、ホイール全体で考えたらまあ比較的まあ安価な部類にはなるんですが、その20万とか30万とかのホイールに比べたら安いんですけども、このホイールがまたいい仕事をしてくれまして、僕の持ってる自転車の中でおそらくゾンダが一番僕の中では上なんですよ。ファストフォワードとかやっぱりディープリムなんでちょっと重いんですよ。直線ではもう右に出るものはいないんですけどね。なので僕の中でゾンダが最上級だったんですけど、こいつはそのゾンダを超えてきました。ゾンダよりもよく進むし、ゾンダよりも気持ちよく走ってくれるっていう、初めてちょっと抜かされて僕もちょっとショックを受けたんですが、このホイールマジでいいです。でこのホイールをつけたことによって、この TCR のその組成の良さが十分に発揮される自転車に仕上がってるんですよ。というのも自転車ってその完成車で売ってるパッケージとしてはやっぱりエントリーグレードほどその安価なパーツ、まあ鉄毛だと言われる2キロぐらいのホイールがついてたりとか、ハンドルとかもアルミでついてきてたりとか、サドルとかもスチールレールだったりで、結構まあパーツとかも同時にその値段に車格に合わせてデチューンされていくんですけれども、で上位グレードになるとそのハンドルが例えばカーボンになったりとか、ホイールもそれなりにいいものがついてることが多いんですよ。なので僕も結構その単純にそのフレームの力だけでその両者を差別化はできてなくて、やっぱりいいパーツがついている高めの自転車ほどやっぱり走ったり、やっぱりいい高いグレードはいいなって思うんですけれども、エントリーグレードはやっぱりどうしてもそのパーツが結構足を引っ張ることによって、やっぱエントリーもこの価格帯では頑張ってるけど、まあ上位には負けるよねっていうのが今までのまあ試乗する感想だったんですけれども、最近それにちょっと疑問を感じてきて、この自転車に乗って確信したんですよ。エントリーグレードでも素性がいい自転車にその結構こういういいホイールを履かせると、正直もうこれで十分なんじゃないかってぐらいのパフォーマンスを実現できるってことがよく分かったんですよ。やっぱり TCR の、まあ、いいところとして、そのこの一番下のグレードでもそのミドルグレードのカーボンでも、それこそ100万超えの一番トップグレードに乗っても TCR らしさが非常に残ってるんですよ。極端なこと言うと
一番下の TCR でも一番頂点の100万クラスの TCR と乗った感じあんまり変わらないんですよね、その味付けが。ここがすごいジャイアントのすごいところで、例えばこの14万の自転車とその10倍の140万円の自転車の乗った感じがあんまり変わらないんですよ、極端なこと言うと。厳密にはその重さとかが違ってくるので、坂道とかそういう特定の条件の中ではもちろんその140万の自転車の方が楽に登れるとは思うんですが、こと平坦を走る上では本当に変わらないんですよ。うちにもそのジャイアントのそのトップグレードの自転車も、あのジャジャ馬の TCR があったり、その40万のミドルグレードの TCR にも試乗したことがあるので、でどれを乗ってもやっぱり TCR は TCR なんですよ。僕のまあ知り合いというほどではないんですが、その同じ YouTube をやっているナオキーさん、ナオキーのチャリ学っていうチャンネル経営されている方なんですけど、やってる方なんですけれども、彼も確かスコットのカーボンフレームを、この TCR を持っててスコットのカーボンフレームを買ったのが結局 TCR に戻ったっていう経緯があったと思うんですけれども、それを裏付けることがまあ起こったという感じですね。正直めちゃめちゃいいんですよ、この TCR が。本当に2016年までで生産が終わってしまったのが非常にもったいないと思うぐらい、僕はすごいいい自転車だと思いました。ボトムブラケットが僕のあまり好きじゃない圧入式ではあるんですが、それを差し引いてもこの自転車は本当によく走ってくれる自転車なんですよね。ちなみにこの自転車サイズは XS になっておりまして、僕の身長からすると一応小さめではあるんですが、多分 XS でも僕これ大丈夫ですね。さっきあのステムだけ実はそのエディさんのやつちょっと短いステムがついてたんで、いつも僕が使ってるちょっと長めのステムに変えたんですけれども、かなりマッチしたので XS でも全然乗れることが分かったので、これはこれで乗りたいと思ってるんですが、正直ね、あのこの自転車バラすつもりで買ったんですよ。あのコスミックの、まあ、マビックのコスミックのホイールがついてて、でコンポーネント105の R7000 と5800のミックスがついてたんで、これをこの値段で買えるのはまあ安いなと思って、それで一応買って、まあパーツを自分の自転車と変えるために買ったようなものなんですよ当時は。ただこの自転車に乗ってみたら予想以上によく走ってめちゃめちゃ気持ちよかったんで、正直ちょっとバラそうかどうか迷ってます。まあ、ホイールはさすがにちょっとなんかあの僕の持ってるジャイアントのいいホイール持ってるんで、それに付け替えるかもしれないですけれども、この状態でかなり良かったので、しばらくちょっとこの状態で乗ろうかなと思っております。はい、そうなんですよ。なので、やっぱり TCR はすごいいい自転車ですね、間違いなく。でこれってまず TCR だけじゃなくて、他の例えばトレックのエモンダもアルミのグレードがあったりとか、ドーマルとかもアルミのグレードがあると思うんですけど、僕乗った限りだとやっぱ TCR ってやっぱりぶっちぎりでその安定感がすごいんです。安定感っていうのはその何だろう、安定感って低重心だからとかそういうのもあるんですけれども、その TCR らしさを全く下位のグレードでも失われてないところがすごいなっていう。やっぱり TCR 自体がもともとすごいシンプルで無駄のない造形なので、多分アルミのグレードでも再現しやすいでしょうね。例えばトレックのドマネとかって上位グレードになるとそのアイソスピードとかそういうなんかギミックがいっぱいついてるんで、それを低価格帯で実現するのは多分無理だと思うんで、やっぱり乗り味は変わっては来てしまうんですよ。そのマドンとかもアイソスピードついてるじゃないですか。エモンダはまあついてないですけど、エモンダもその上位グレードだとそのなんだっけ、あのインテグレーテッドシートポストなんだっけ、あの名前が出てこない、あれだ、シートマスキャップ、シートマスキャップ、あのシートマスキャップが使われたりするので、やっぱりエントリーグレードとは違う構造になっているので、それでまあ乗り味ちょっと変わってしまうんですが、 TCR って上位のグレードもそういうなんか無駄ではない、トレックさん無駄ではありません、あのそういう、まあ、複雑なその機構とかを持たない分すごいシンプルにできてるんで、そのフレームの特性を非常に分かってる、その素材の特性とかその形状の工夫とかそういうのを知り尽くしているジャイアントだからこそこういうゲートができるんですよ。なかなかすごいですよね。14万の自転車で140万の自転車の乗り味を実現できるって相当すごいことだと思うんですよ僕。だから結構そのジャイアントの自転車で、しかもこの自転車って一番下のグレードなので、まあそれこそすごいなんか50万とかの自転車乗ってる人からしたらまあ安物に見えるっちゃ見えるんですが、正直侮ってはいけない実力を持ってますよ。普通にレースでそのクリテニウムみたいな短めのレースだったら、そのカーボンのその乗り心地の良さとかをなくても、どっちかというとそのスプリント力とかそっちになるんで、
で加速性能に関しては正直カーボンフレームを凌駕してるところもあるんですよ。アルミなんでそのちゃんとしっかり味付けされてるんで、やっぱり踏み出しそのゼロスタートが異常に速いんですよこの TCR。 やっぱりスローピングがすごいきついんでフレームがコンパクトにまとまったり低重心で安定性が高くて、まあ、スピード乗りやすいっていうのもあるんですけれども、フレーム自体がすごいシャキッとしてるというか、そのアルミフレームならではのその踏んだ力がダイレクトにタイヤに伝わる感じがすごいあるんですよ。で今まあホイールもすごくいいやつがついてるんで、だからこのぐらいのフレームでも TCR だったらちゃんとしたホイール、そのエントリーグレードのその乗り心地がいい鉄桁じゃなくて、その踏んだ力を直にそのダイレクトにその路面に伝えてくれるタイプのホイールを合わせると完全に化けます本当に、はい。で考えた金額考えたら、その最近その山形凛太郎さんもその38万円くらいの自転車、まあ、トレックのエモンダ乗ってますけれども、そちらをまあ20万くらい使ってホイールをチューニングしたんですよ。僕もそれもすごい楽しみで、それも今度紹介させていただきたいと思うんですが、やっぱり38万円と20万円で結局60万円近くかかってるわけですよ。もちろんその60万円かかって手に入れた自転車は素晴らしい自転車になるとは思うんですが、やっぱり自転車にそれだけ予算を注げる人ってまあ変な話で限られてるじゃないですか。やっぱりまだそのこれからロードを始めてみようって人はさすがにその自転車に60万70万かけようとはおそらく思ってないと思うんですよ。とりあえずまず値段がまあ高くても10万そこそこくらいでいいのがないかなって探してると思うんですよ。でこの TCR だったらまあ今もうちょっと新品では買えないんですが、まあ、14万で買うじゃないですか。でその後ずっと乗っててコツコツお金を貯めてまあ5万とか8万くらいのその練習用のホイールを付け替えてあげるだけでこんなにも性能が上がるってことなんですよ。それで僕正直十分な人もいると思うんですよ。なのでそうしたらこの自転車まあ14万円で例えばホイールがまあ5万だとすれば20万円で素晴らしい自転車が手に入るんですよ。この TCR をまあ例えばゾンダとかそういうホイールを付けてあげる、まあ、これはマビックのコスミックエリートですけれども、多分ゾンダでも十分だと思いますよ。これにゾンダつけるだけでもう全然ね、十分。ディスクブレーキじゃないとか、まあ、そういうツッコミももちろんあるとは思うんですが、普段使うときディスクブレーキそんなに僕必要としてないんですよね。確かにディスクブレーキの方がタッチも軽いし、そのこれからそのメーカーが押していくのはディスクブレーキだから、まあそういう風に移行しなきゃなって思う気持ちもわかるんですけれども、まだリムブレーキが一応楽しめるあれなんで、まあ本当に予算がない人はリムブレーキでも僕はいいかなと思うんですよね。やっぱりディスクブレーキってどうしても値段が高いんですよ。どんなに多分ソラとかクラリスのグレードでもやっぱ10万近くとかするし、やっぱりディスクブレーキをエントリーグレードにつけるとその分他のパーツのコストダウンしなきゃいけないんで、車体の重量がどうしても10キロ超えちゃうんですよ。でこの TCR 皆さん何キロと思います？聞いて驚いてください。9キロ切っております。 8.7 キロでございます、はい。しかも僕のじゃねえか、エディさんのこの自転車はまあ、もうコスミックエリートついてるんで多分 8.5 とか 8.4 ぐらいなんで、エントリーカーボングレードと同じぐらいの重量実現してるんですよ。で乗った感じで TCR と変わらないんで、もう正直これがあればもうレース出れますからね。このまま僕が例えばレースに出ますって言って多分この自転車でレース出れるんですよ。それぐらい速い。もちろんヒルクレムレースとかだとやっぱりその車体の重量とかがやっぱりどうしても絡んでくるんで、その 6.9 キロぐらいの自転車には勝てないんですが、平坦のレースとかクリテリウムとかそういうレースとかだったら全然いけると思うんですよ。それぐらいのポテンシャルは秘めてるので、だから TCR ってやっぱりすげえなってもう改めて再確認しましたね。やっぱジャイアントはすごいですよ、はい。正直これが新車で買えないのが僕は非常に悲しい。なので TC 多分今すごいその値段がすごい上がってるじゃないですか、自転車ので。 TCR もまあカーボンフレームしかなくなっちゃって、でコンテナとかも続々値上がりしてるんで、だからまあラインナップとかもどうしても縮小せざるを得ないと思うんですよ。やっぱ売れない自転車って作ってもメーカーとしては儲からなければそれを廃止するしかないので、だからこの TCR もやっぱカーボンフレームに比べるとその値段的にもなんか良さがちょっと分かりにくいというか、やっぱり
このぐらいの TCR を買う人ってやっぱりどうしてもカーボンフレームに目が行きがちだと思うんですよ。だからカーボンフレームは売れるけど、アルミのこの TCR は多分なかなか売れなくて、僕の予想では多分結構特売とかその型落ちで安く売ってたのを 見かけたんで、だから結構みんなからあんまり評価されてない一台なんじゃないかなと思って今回これ紹介させていただきました。実際エディさんもこれ買った時、こいつが確かすごい値段が安くなってたところを買ったので、こいつもまあある意味売れ残りだったわけなんで、だからね結構今でもヤフオクとかメルカリとかでも、あとはまあ中古の自転車さんとかでも結構見かける車体ではあるんで、まあまあ数は出回ってるとは思うんですが、値段が安い割にはすごい性能は高いです。多分ね10万以下で今だったら売ってると思うんで、完成車の状態で、まあ、9万ちょいぐらいで結構売ってることが多いので、まあ、中古の自転車は初心者には正直おすすめはちょっとできないんですけれども、ちゃんとしたお店で買えばまだまあなんとかなるかなっていう、非常に高い性能を秘めた自転車でもあるので、まあ興味がある人はちょっと探してみてください。本当にこのアルミの TCR0、TCR1 シリーズ、まあ、いわゆる無印の TCR というものなんですが、かなり性能は高いです。で、岩倉さんもちょっと乗ってみたんですけど、僕の彼だよりよく走るかもしれないって言ってるぐらいすごい、彼だってフレームで20万ぐらいするカーボンフレームの自転車なんですけども、加速性能はこっちの上かもしれないって言ってるぐらいなんでね、なんかすいません、ちょっとだいぶ長々と話してしまいましたけども、この TCR マジで良かったんで、本当エディさんありがとうございます。正直ね僕はかなりすごい皆さんに言えないぐらい安い値段でこれ譲ってもらったので、いやすごくいい自転車だったことをちょっと動画に残しておこうと思って今回動画を撮影させていただきました。はいはい、というわけで今回はエディさんの元愛車ジャイアントの TCR0 について紹介させていただきました。やっぱジャイアントはマジですげえ、本当にジャイアントはすごい、てかジャイアントもすごいんですけど、この TCR っていう車種が本当に名車なんですよ。今日のそのここスローピングしている自転車の元祖ですからね、この TCR が。今までずっとこうホリゾンタルっていうホリゾンタルフレームしかなかったところに、そのジャイアントが殴り込みをかけたのがこの TCR というスローピングフレームだったんですよ。で当時はまあマウンテンバイクみたいっていうで、ちょっとかっこ悪いなみたいな感じで他のメーカーはちょっとまあどうなのそれみたいな感じだったんですけれども、この TCR があまりに強すぎて結局他のメーカーがそれに従うことになるわけですよ。まあ僕の動画でも過去に紹介したことがあるんですが、やっぱり名車です、間違いなく名車です。好みはもちろん人それぞれなんで、僕はホリゾンタルの方が好きだっていうのも分かります。僕もホリゾンタルフレームすごい好きなんでね、ただホリゾンタルフレームは好きだけど、この TCR のこのめちゃくちゃスローピングしている自転車 TCR 自体は間違いなく名車、そしてすごく乗ってて楽しい自転車です。はい、このフレームだったらもう何本あっても僕足りねえぐらいです。すげえいいフレーム、僕が多分ね3回ぐらいこの自転車ね所有してや手放してを繰り返してたんでいいフレーム手に入れるたびに、まあ、置き場所の関係で結構何度も動かれてたんですけど、結局また帰ってきちゃったっていうね。もうこいつはもうさすがに手放さないかな手放してもなんかまた来ちゃいそうな気がするんでね、はい、それぐらいいい自転車です。エディさん本当にありがとうございました。乗ってみてマジで感動しました。ちょっとエディさんの地元の方に僕が電車で取りに行って、で帰り道、まあ、市場がてら、まあ、乗せてもらったんですが、本当にいい自転車だった。もうね、なんだろう、変な話ね、僕のルックあるじゃないですか、僕の愛車、僕のファーストカーですね。あのルックってフレームが20万超超えぐらいで、コンポーネントが多分20万近くかかってて、でホイールもまあ5万ぐらいかかってるんで、トータルすると多分 4,50万ぐらいかかってるんですよ。まあもちろん僕は中古で買ってない、そこまでお金使ってないんですが、 4,50万の自転車と比べてもね、全然ね遜色ないというか、劣るところが見当たらないというか、加速性能に関してはルックを下手したら上回ってます。もちろんルックの方が重量は軽いし乗り心地が良くて、そのロングライドとかに向いてるっていう、その性格の差とかはもちろんあるんですけれども、近所を走るんだったら全然 TCR で十分っていうぐらいね、それぐらいの性能を秘めてます、はい、で値段はだって何分の1だ、だって50万ルック50万、まあ、4,50万でこいつ14万ぐらい、まあ、もちろんホイール変わってるのは20万ぐらいなんで、大体半額ぐらいで実現しちゃってるんで、まあ、今度は自転車 そのカーボンフレームとアルミフレーム迷ってるんですけど、どっちがいいですかっていう質問が結構
僕のところにも来たりするんで、そういう話とかも交えてちょっと紹介したいと思ってますが、ただこの TCR マジで良かったんで今回ちょっと紹介させていただきました。じゃあこの動画見てちょっとアルミフレームの自転車に興味が出たなとか、 TCR0 ちょっと、探してみようかなとか、もしくは持ってる人とかいたらぜひグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは次回の動画お楽しみ、じゃあねー。